今日は寒いですが冬晴れとはいかず雲が広がっています。東京駅上空です。ぐるっと振り返りまして、こちらの方は青空が広がっています。あらゆる旅の始まりの地であります東京駅ですが、今回の目的地は埼玉県の大宮駅です。当然のことながら上野東京ラインや新幹線などで行くわけがありません。今回は JR 禁止という制約を課しまして、東京駅から大宮駅まで JR 以外の鉄道で移動したいと思います。さて、大宮まで JR だったら簡単に行きますけれども、 JR 以外だとどうやって行くのか考えますと、大宮駅に JR 以外で乗り入れている鉄道はニューシャトルと東武アーバンパークラインの2つです。このうちニューシャトルの方は東京方面とはつながっていませんので、いかにして東武アーバンパークラインに乗るかが今回のポイントになるかと思います。 JR は使えませんので、まずは丸の内線に乗りたいと思います。まず丸の内線で向かいますのは一つお隣、大手町駅です。東京駅から歩いて行ってもいいぐらいの近さです。で丸の内線を降りまして、次は半蔵門線に乗り換えます。半蔵門線は東武スカイツリーラインと直通しています。これが非常に大きなポイントです。次乗りますのは13時58分発急行南栗橋行きです。これで春日部まで行きます。半蔵門線で大手町を出まして、押上スカイツリー前、ここから先は東武線に乗り入れます。東武スカイツリーラインです。東武スカイツリーラインに入りまして春日部、春日部に行きますと東武アーバンパークラインに乗り換えることができます。春日部までは1時間ほどかかります。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。丸の内線。こちら東京スカイツリーの最寄り駅の一つ、押上駅スカイツリー前です。ここから先は東武スカイツリーラインに入ります。栗橋行きです。次は引き船に止まります。引き船の次は北千住に止まります。各駅停車北千住駅をご利用のお客様、1番線ホームでお待ちください。西新井に止まります。1時間近く乗りまして春日部に到着です。ここで東武アーバンパークラインに乗り換えます。左側に来ている電車が次乗る電車です。各駅停車大宮行きです。
客様のご乗車は回送電車が発車します。春日部はあの有名なクレヨンしんちゃんの街です。装飾はもちろんのこと、発車メロディーもクレヨンしんちゃんの曲になっています。黄色い展示ブロックの後ろまでお下がりください。8番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は各駅停車大宮駅です。次は八木崎東武アーバンパークラインで終点の大宮まで行きます。所要時間は21分です。スカイツリーラインからは離れていきます。岩槻には埼玉高速鉄道の延伸計画があります。現在浦和美園止まりですけれども、それを岩槻まで延伸しようというものです。これが実現しますと岩槻と東京都心が直通しますので、岩槻のさらなる発展が期待できるかもしれません。大宮公園を過ぎますと宇都宮線、JR 宇都宮線と並走します。東武線は北側から大宮へと進入していきます。北大宮の次が終点の大宮です。はい、では今回の目的地大宮駅に到着です。乗ってきた電車は折り返し柏行きとなります。すぐ隣を上野東京ラインもしくは湘南新宿ラインが通ります。そしてこちらは京浜東北線ですね、各駅停車桜木町行きが止まっています。今回の経路を振り返りますと1時間31分かかりました。運賃は796円。同じくらいの時間帯で上野東京ラインを利用しますと31分ですので1時間余分にかかったということになります。運賃も少し余分にかかります。まあそうは言っても路線バスを乗り継いでいくよりはずっと楽です。それではご視聴いただきありがとうございました。